はい、こんにちは。札幌占いで冴羽頭の音です。今回は、先ほどモデルさんの方にこんな感じにしたいと写真を見せていただいたのですが、ちょっと距離的に見えないですかね。結構白っぽい感じ、白っぽい感じのピンクです。で、僕基本的にやっぱいつも言ってますけど、ワンブリッジしかしないので夜遅くなっちゃうんで、営業ではちょっとするんですけど、通常で多分このスタイル作るとしたら美容室で3回ブリーチして、それからカラーをするっていう感じなんで、そうですね、だいたい4時間から5時間ぐらいカラーだけで、4時間ぐらいはカラーでかかると思います。で、これをまあそうですね、2時間ぐらいで仕上げたいと思うんで、ワンブリーチでやっていきます。痛むけど大丈夫？大丈夫です。大丈夫ですか？はい。ということで、まあもったいない感じしますけどね。この状態から、ただ黒染めをしてたみたいなんで、黒染めいつしたんでしたっけ？これは1月の15とかです。1月だから、はい、今が、そしたら1ヶ月ちょっとか、はい、もしかしたら毛先が今見た感じ、ちょっと難しいかもしれないけど、まあでもやってみないと分かんないんでやります。で、1回のブリーチでやっていくっていうことなんで、ちょっと裏技を使いたいと思います。その裏技のブリーチでやって、まあどこまで抜けるかなっていう感じですね。はい、まあとりあえずグラデーションカラーじゃなくてメッシュの方がいいんですよね。はい、多分全体にあの黄色みを取るのに、ちょっとピンク系の色でベースを作って、それにピンクのメッシュを入れるような感じになってますでしょうか。はい、はい、それでやります。はい、では今ですね、こちらブリーチをして1回のブリーチで、抜いた後にシャンプー台の方でカラーをトナーしました。で、今トナーした状態で今薬はまだついてます。で、pH をちょっとクエン酸で下げて、その状態に、まあ、軽くシャンプーしてですね。で、使ったのが今回はアメジストで、アディクシーのアメジストの13と、スローカラーのピンクの10ですね。これを1対1で混ぜて、シャンプー台でトナーをしました。で、まあ今やっぱこの根元の方とか、まあ、微妙になるのは分かってたので、まあ、気になるのがちょっとこっちが赤っぽくなってる、透明感がちょっとやっぱりちょっと普通のカラーっぽく根元がなってるんで、そこはちょっとトーン下げちゃおうかなと思いますね。それはちょっと後で考えます。で、この状態に、メッシュを入れていくので、メッシュのカラー剤は何かと言いますと、また同じような感じで今度はアメジストの3、ちょっとはっきり出さないとメリハリがつかないので、アメジストの3と、スローカラーのピンクの6、こちらを使ってます。で、これで、ちょっと入れていくんですけど、まあ、リパレットを使って入れていくんですが、パーセンテージはあまり高いと根元の方リフトして変な色になっちゃいますから、パーセンテージはなるべく 1.5% ぐらいでいいです、加水は。はい、で、ここで入っていくんですけれども、はい、ちょっと、そうだな、毛先がまあそのトナーの時に結構このブリーチがネープの方結構ね、あの抜けちゃったんで、そこに色入ってるんで、なんかもうここ入れなくていいかなみたいな感じなんで、ちょっと根元だけ出していきます。ここもちょっと根元足します。これ暗い3トーンとか使ってるんで、これでちょっと根元をトーン落としたいと思うんですね。で、あと
根元からあとはメッシュですね。その薬を使ってメッシュを入れたいと思います。どうしても根元の方が綺麗に入らないというか、新しい髪の毛なので抜けがやっぱり毛先より弱いので、どうしても普通の色感、透明感というか、ね、ちょっとこう出づらいんですね、根元はね。なんでちょっとこれでトーン下げちゃってごまかそうかなと思います。で、トーン下げたら今度残った残液で、メッシュを入れていこうかなっていう作戦なんで、まあすごい簡単ですね、やり方としては。これ根元をちょっと溜めてこんな感じでパパッと塗っちゃってから、こんな感じです。で、根元今3センチぐらいを塗ってる感じですね。根元3センチを 1.5% のもので塗ってます。で、ここはちょっとしっかり塗っていかないと明るいとこ残っちゃうんで、結構ここはグレーカラーみたいな感じに塗っちゃいます。はい。で、これで OK ですね。準備 OK で、この状態で今度は、入れていきます。で、ここは難しいところなんですけど、まあそのあんまり入れちゃうと分かんなくなっちゃうっていう部分と、もうすでにメッシュっぽくなっちゃってるところもあるので、まあちょっとこの状況を見ながらって感じになってくるんですね。で、ブリッジって本当温度とかでもかなり左右されてくるので、まあその時によって出方がすごく室温だったりとか薬のちょっとした量とかで均等にってなかなか1回のブリーチだと難しいっちゃ難しいんですよね。なんで今回やった感じはネープの方が結構抜けてるんで、まあちょっとそこはいじらないようにして、で、そのネープの上から盆のくぼ上ぐらいからちょっとメッシュ入れようかなっていう感じです。まあ、デザイン的にその方がいいと思ったのでそうします。たまたま今はそんな感じで仕上がっ、そんな風に染まった結果なので、そうします。ちょっとね、結構難しいね、このカラーって正直で、まあ、この辺の根元の方は全く表に出てきませんから、ここに入れても分かんないわけですよね。なので、じゃあどこに入れるのかって言ったら、まあ、見えそうなところ、毛が動いた時に見える位置、大体この髪の毛の半分ぐらいのところですね、ここに、入れていくわけですね。で、リパレットで、まあ、根元の方はもう塗ってるんで、根元の方は簡単、曖昧な感じでいいと思うので、で、そのまま毛先にこう塗っていきます。メッシュを入れていきます。はい。で、今度は反対、こっちからですね。で、取るのはこの下に落とした状態で、この中間のところですね、この中間のところを間引いていきます。で、ここを取っていきます。リパレットで塗っていきます。こんな感じです。簡単です。あ、すぐ終わっちゃいますね。で、今度また3センチ5センチぐらい間隔でいいかなと思うんで、5センチっていうのはどれぐらいかっていうと指3本分ですね。指3本分ずつ進んでいってもいいかなと思います。こういうことですね。指3本分のスライス。で、そこを指3本分のやつをダウンステムで落として、この中間のところで、ちょっとウィービングを取る感じです。はい。で、根元のところも塗ってますから、そこからつながるような感じで先までこう塗っていく感じですね。はい。で、ここの中間のところにメッシュを入れていきます。ただ1回でもここまで抜けるんで、結構抜けてると思うんですよね。この馬力的には結構いい線いってるのかなって感じがします、ね、この明るさ的には。はい。で、今度は表面の方ですね。また5センチで、ダウンステムで落ちる位置を把握して、中間あたりでこの辺がいいなっていうところを入れていきます。で、ここにメッシュ入れますね。で、やっぱ3トーンとか使っていかないと全く違いが分かんなかったりするんで、結構暗めを入れてますね。
あとやっぱり残留のブリッジの残留もしてるんで色がちょっと入りづらかったりとかするんですよね、元の方が。なんでちょっと3ぐらい使っちゃってもいいかなと。毛先は入るんですけどね、根元の方って残留アルカリがあるんで、そのブリーチ剤があるとちょっと入りづらかったりとかしちゃうことも。で根元の方をぼかしで入って、今度根元から毛先まで塗っていきます。はい、でこれで後ろはあと表面ちょっとかな、表面を。でもね、一番表面枠入れなくてもいいかなって気はするんですよね。なんか中から見えててもいいのかなみたいな感じなんで、まあえて表面入れないか、2個ぐらいちょっと入れておこうかなって感じですかね。ちょっと表面明るいんで、明るいっていうか表面があんまり抜けなかったので、ちょっと今回の場合はちょっとここに暗いの入れてちょっとごまかそうかなっていう感じです。本来はあんまり表面入れないですね、均等に抜けてた場合は。なかなかブリーチは難しいので、でこんな感じで表面入れて、まあ、整えます。で今度サイドですね。で、サイドなんですけれども、サイドもやっぱこの下の方はもうかなり色が入ってるんで、ここも結構抜けたんだなって感じですね。なので、鉢ちょっと下ぐらいからでいいかなって感じなので、そこから入れてきます。はい、そこから入れます。で、まあ、3本ぐらい、だいたい 1.5 センチぐらいのチップで取っていってます。 1.5 センチのチップを塗っていってますね。で表面だけ残して、はい、次に塗っていきます。でここもまあ中間ぐらいでちょっと取ってあげるといいと思うので、根元から根元側からつながるようにリパレットで塗っていきます。でこれ最後の表面の毛なんですけど、まあ、自然に落としてみて、まあ、本来は入れないですけど、今回はちょっと色があんまり明るくならなかったんで、ちょっと暗めでぼかすというか、ごまかすためにもうちょっと入れます。あんまり入れちゃうと、で結構ブリーチした場合って色結構飛んじゃうんで、かなり攻めちゃってもいいのかなって感じがしますね。なので、でこちらもベースの方はもうすでに色が入ってるんで、そこは無視します。で鉢下から入れていきます。で、まだ一旦鉢下ぐらいからちょっと入れていこうかなと思います。で、中間で3本 1.5 センチチップを入れていきます。まあ、まだ5センチぐらいのチップを取って、コーミングしてですね、でこの中間あたりでまた3つ取ります。でここがメッシュになります。一応根元の方ちょっと塗ってあげた方がいいかもしれないですね。根元からのつながり悪くなっちゃうかもしれないので、でこんな感じに塗っていきます。はい、そしてこの表、この最後表面ですね、ここはやっぱちょっとあんま色がね、やっぱちょっとうまく入ってないんで、ちょっとこっちヘビーサイドなんで1本多く取ります。根元の方を塗ってでリパレットで塗ります。前髪はそのままでいいんで、こんな感じでもう終わりですね。なんで結構簡単です、やり方としては。そんなにそんな大変な感じじゃないですよね、ですね、はい、なんか普通のカラーみたいな感覚ですよね、はい、そんなに。でも結構これ大変なメニューなんです、実はね。本当にそう、さっきモデルさんにこれいくらぐらいかかるんですかって聞かれたんですけど、多分一般サロンは3万円かかるところもあるし、2万円ぐらいかかるところもあると思うんで、3回ブリーチしてオンカラーだったら、まあ、下手したら東京だったら結構高い価格で取ると思うんですけどね。なので、まあ、結構複雑なメニューなんですけど、これが2時間ぐらいでできたらそんな高単価取る必要もないのかなって気はします。まあ薬剤代がかかるんで多少ちょっとあれなんですけど、まあ、そんな感じで、これでちょっと時間を置いていって終わりかなって感じですね。です。はい。ただ、まあ、白くはなってないから、ちょっとそこは。すいません。いや、全然。まあ、ベージュぐらいかな、白。
でもいいでしょ、それぐらいの方が、はい、白だったらなんか変だよ、逆に。